怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。職人中山浩太、中山浩太です。よろしくお願いします。ですね、僕幽霊を見たことがあるんですけども、芸人をやってますので、職業柄って言ったら変ですけど、あんまり言ってこなかったんですよ。やっぱ芸人さんってその嘘つけとかね、お前それ目立とうと思って言ってるやろみたいな感じがあって言ってこなかったんですけども、もう一つ理由がありまして、僕が幽霊を見た時怖くなかったんですよ。今日はその話をちょっと枕代わりに聞いていただきたいなと思うんですけれども、15歳の時に斉藤君っていう友達と十字路で話をしてたんですけれども、そこにですね、どっからか歩いてきたじゃないですね、もう瞬間にそこにパッと出た感じでおじいさんとおばあさんが現れたんですよね。二人ともすっごい青白くて、ちょうど、心霊番組の再現 VTR に出てくるような幽霊やったんですよ。おそらく再現 VTR を初めに作った人っていうのは、僕は幽霊を見たことがある人だと思うんですけど、もう一目見て、あ、これは幽霊だなと思うような感じの2人でして、で斉藤君ともこそこそ、あ、これ幽霊やな、あ、幽霊や、お化け見たっていう話してて、でおばあさんが僕と斉藤君に神社を紹介してほしいって言ったんですよね。で近くにある神社を、紹介しまして、そこまで歩いて行って、でおじいさんがですね、一言も喋らなかったんですけれども、神社の境内に向かう途中にしめ縄がありまして、白いひし形の紙みたいなのがある、神聖な場所ですよね。あそこをですね、スケートを滑るようにスーッとすり抜けていったんですよね。もうそれも見たので、お化けやからこれぐらいあるかっていう感じで、で神社を紹介してくれてありがとうということで、おばあちゃんが私ら実は隣町の安流っていう町で光屋の前でたこ焼き屋さんやってるから、スーパーの前たこ焼き屋さんやってるから、ご馳走するからよかったらいつでも来てって言ってくれたんですよね。でありがとうございますって言って、で母親に聞いたところ、光屋の前にスーパー、たこ焼きある？たこ焼き屋さんって言ったら、たこ焼き屋さん、あるよって言うんですよね。でも、そうそうって言って、母親が気の毒にな、3年ぐらい前に火事でおじいさんもおばあさんも亡くなってらっしゃるわって言ったんですよね。実際見に行ったら更地になってまして、そんなよくありそうなオチもくれてですね、個人的には怖くなかったんですけど、2つ自分がお化けってこういうのやなって思ったのが、まず青白いってことですね。で絶対に触れない雰囲気があるんですよ。透けてるわけじゃないんですけども、こちらからも触れないですし、で向こうから触ることもできないやろなっていうのは、なんとなくもうそれは感覚として一瞬で分かりました。でもちょっとそれを覆す出来事がありまして、すごく身近でありまして、有名な健康ランドがありまして、今でいうところ のスーパー銭湯なんですけども、サウナとか、お風呂とかプールとかあってね、温水プールがあるんですけども、そこに中学の同級生の友達がいたんですけども、飛び込みしたんですよね。飛び込みって言っても段差がないですから、普通にクロールの前にこう手を伸ばして、飛び込んでそのまま泳ぐみたいな感じやったんですけども、しばらく自ら上がってこなかったんですよ。でしばらくすると背中を丸めてプカーッと浮いてきまして、結論から言いますと半身不随になりました。脊髄を損傷しまして、今も車椅子なんですけど、そこから2年後なんですけど、全く同じ健康ランドであった話なんですけども、 A 君と B 君という友達がいたんですよ。でそれは中学の同級生とかじゃなくて、なんか別伝いで知り合った友達なんですけど、 A 君と B 君が同じようにその堺の健康ランドに行ったんですよね。でその健康ランドで同じようにお昼ですよ、ガラス張りの温水プールで泳いでたんですけども、全く同じように泳ごうとして飛び込んだ A 君
クワッと背中から浮いてきたんですよ。一つだけ違うのが、 A 君は死にました。もう首の骨が折れて救急車で運ばれる途中にもう亡くなったらしいんですけども、でやっぱりそういうことがあった時ってすごい責められるんですよ。お前何やねん、ふざけてたんじゃないんか、誰かなん でふざけてたんやったら止めなあかんやろ、そういう話になるんですけども、僕はもうデジャブみたいな感じで、まあその時は A 君は亡くなってますから、僕はその様子をずっと見てて、ふざけてたんじゃないんかって言うんですけども、 B 君はすごい冷静なんですよね。誰もふざけてないし、俺もふざけさせたわけではないって言うんです。 A 君はもう亡くなってるんですけども、で B 君がちょっとコータだけ話聞いてほしいって言ったんですよね。変な話なんですよ、 A 君と B 君の友達では僕はありますけど、その周りの仲間っていうのはもっと付き合いが長いはずなんで、付き合いの浅い僕を呼び出したんですよね。で別室でドア閉めて、まあ、開口一番ですね、僕に B 君が言ったんですよ、コータって霊感あるやろって言うんですよね。いやそのお化けみたいなのは見たことあるけど、自分ではあるとか思えへんだけど、ていうか何なんその話って言ったら、いや俺は自分に霊感があるから、コータに霊感があること分かんねん、で霊感がある人間じゃないと信じてくれへんと思ったから、今からちょっと話聞いてほしいって言ったんですよね。その時聞いた話なんですけど、 A 君と B 君普通に温水プールで泳いでまして、普通に遊んでて、 A 君がまあ飛び込みですよね、押しようとしてプールサイドに立った時にですね、プールの更衣室の方から目も鼻も口もない全身真っ赤な男が走ってきたって言うんですよね。それもスケートを滑るようにスーッと移動してきて、そのまま A 君の体を抱きかかえて頭からプールに叩き落としたって言うんです。そのままね、 B 君のとこに来て、ここまでググッと顔近づけて、目も鼻も口もない顔に赤黒いシワをニヤって寄せて、肩を震わして笑ってたって言うんですよね。 B 君そのまま気絶したんですけども、僕はですね、その冒頭の車椅子のこの A 君をやった赤い男っていうのが同じ人物だとは思いたくないですね。まあ奥山に関しては赤い男は見てないっていうんですけども、ただこんな同じような偶然があるのかっていうのは自分の中で謎で、もう一つ謎があるんですけれども、この日光の事件事故の前に、もっと前に僕のいとこのおじさんがですね、サウナで一回倒れたことがあるんですよ。そのおじさんが言ってたことが今となっては気になるんですけども、サウナで倒れたと、ちょっと無理しすぎたと、お酒も飲んでたし、でもなんかやっぱり助かった、助けてくれたんよって言うんですよね。で、でもあれ多分従業員さんかな、でも変な格好してたねって、全身真っ赤な服着た男が抱きかかえて助けてくれたって言うんですよね。その人の生き死にを手玉に取るこの赤い男っていうのが、目的が何なのか、存在が何なのかっていうのは僕はいまいちわからないんですけども、一個だけ確かなことは、この健康ランドまだ営業してます。営業妨害になるとあれですので、詮索はやめていただきたいと思います。以上です、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大コワチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。